上半身と腹筋を一緒に鍛えたい方は今回のプランクがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの15回ライオンプッシュプランクというのを紹介します。その名の通り、ライオンプッシュアップとプランクが一緒になった応用編のエクササイズになります。今回は男性はおすすめです。女性はもしかするとちょっときついかもしれません。メリットですが、しっかり上半身を鍛えることができます。ライオンプッシュアップの形を取りますんで、胸や上腕に効かすことができます。そこで腹筋にもしっかり効くので、上半身を鍛えたい方、プッシュアップとプランク別々やってる方はですね、今回のエクササイズがいっぺんにできますんでおすすめです。デメリットとしては、上腕が弱いとですね、体を持ち上げられないかもしれないので、そういった方はですね、プッシュアップから始めてもらえたらと思います。床が安定していないと難しいです。手と足がですね、マットが滑ったりするとなかなか難しくなるので、床が安定した場所で行えばできるエクササイズとは思います。ではやり方を説明します。通常のライオンプッシュアップ、普通のプッシュアップの体勢からですね、体を後ろに持ってって、体を前に持ってきながら体を起こして帰っていく。これがライオンプッシュアップです。胸の上部から胸の下部、胸から上腕に負荷が変わっていってですね、単一方向ではなく多方向に動きますので、よりいろんな部位を鍛えることができるのがライオンプッシュアップです。で、今回それでプランクを入れていきます。プランクは手の位置が前なほどお腹に効きますから、できるだけ手を前に持ってきます。できるだけ手を前に持ってって、ここから前に体を動かしながら肘をつきます。お尻を反れないようにお尻を下げて帰っていきます。お尻と肘を下ろしながら、こういう感じです。腰を丸めてお腹を下げることで、お腹に力が入っている腹筋がお尻を下げた時に伸ばされますから、そこでよりエキセントリック収縮が起きて効きます。これを一緒に15回をやっていきましょう。ちょっとこれはね、マットがこう伸びるのでやりにくいんですが、床が難しくないところで行ってください。では一緒に15回やっていきましょう。手は前めです。手が遠いほどきついです。肘を、体を前に持ってきながら肘をついて、その時にお尻を下げる。もう腰に来る方は腰が反れてますから、しっかり腰を丸めてお腹に力を入れたままずっと行ってください。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。お疲れ様でした。いや、通常15回、15秒をですね、プランクをきつい体勢でしようと思うと、だんだんね、同じ場所ばっかり疲労が来て、時間が長く感じるんですけども、今回なんかは、胸、腕、お腹っていう風に動いてますから、負荷がね、分散されて、時間をあっという間に感じますよね。ですので、15回で楽だった方はですね、20回、30回やってもらってですね、そこから少し10秒、20秒インターバルを置いて、もう一度やるっていう感じで、まあ、体をね、追い込みたい方はやってもらえたらと思います。通常のね、エクササイズの間とか、毎日これぐらいはしよっかなって方には15回ぐらいがベストかなと思います。おさらいなんですけども、たったの15回、ライオンプッシュプランクでした。プランクはいろんな種類がありますけども、いろいろやった方がいいです。1個のプランクばっかりだったら飽きてしまいますし、使う筋肉も同じとこばっかりになりますから、いろんなプランクの種類を組み合わせてやってもらえたらと思います。また腹筋はですね、腹筋すればするほど、腹筋の種目によりますけど、お腹の上の部分がね、腹筋の上部だけが発達して、お腹の上部がポコッと出たりとか、そういったこともありえますんで、同じ腹筋ばっかりやっちゃうとですね、それがかえって逆効果になってしまいますんで、腹筋ではなくこういうね、プランクとかがおすすめです。男性はね、しっかり上腕も効いて、胸も効いて、万能な種目だったかと思います。しっかりね、上半身と腹筋に効いたと思います。ということで、今回は上半身もしっかり鍛えることができるライオンプッシュプランクでした。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンとコメント、シェアもよろしくお願いいたします。これからも少ない回数で効くエクササイズを紹介していきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。